フェリックス APA は、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2020年現在は、メキシカンリーグのカンペチェパイレーツに所属。シカゴカブス時代2007年4月17日に、前日に怪我をしたアルフォンソソーリアーノの代役として、シカゴカブスでメジャーデビューし、クレック・マダックスから二塁打を放った。 メジャーデビュー前からもツールプレイヤーと評されていたが、なかなかメジャーに上がれなかった理由の一つに、三振の多さが挙げられている。2009年1月18日、ギャレット・オルソンとマイナーリーグ所属の一投手とのトレードで、ボルチモア・オリオールズに移籍。自己最高の101試合に出場して、いずれも自己ベストとなる打率。266、9本類だ。 29打点という成績を残した。また、その他の数多くの部門でも自己記録を更新する成績を残している。前述の出場試合数、打率、本類打、打点に加え、打数、得点、安打、二類打、三類打、四球、出塁率、長打率、オプス、類打、儀打、儀比、敬遠の各部門で自己ベストないし自己ベストタイの数字を記録した。 2010年はスプリングトレーニングで打率342と好調を示したが背中を痛めて前半戦をほぼ全球打率は自己最高の274を記録したが出塁率は305に終わった2011年8月23日にリーフとなり25日には40人枠から外れた9月29日に FA となった 2011年12月11日にクリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2012年4月4日に放出され、独立リーグ・アトランティックリーグのカムデン・リバー・シャークスと契約。5月12日にマイナー契約でアトランタ・ブレーブスに移籍。11月3日に FA となった。11月19日にピッツバーグ・パイレーツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として出場。2013年はメジャー昇格後27試合に出場した。11月1日に FA となった。2013年12月16日に韓国プロ野球のハンファイーグルスと契約。登録名はピエ。2014年はハンファのレギュラーとして活躍した。オフに年俸面で折り合いがつかず同年限りで対談した。 2015年は、所属球団なく、オフに、ドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2016年1月13日、台湾プロ野球統一セブンイレブンライオンズと契約。だが負傷により3月30日解雇された。オフは、ドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。2017年は、所属球団なく、オフに、メキシコのウィンターリーグでプレー。 2018年3月22日にメキシカンリーグのレオンブラボーズと契約。シーズンでは打率334、16本塁打、61打点を記録した。2019年3月7日に再契約を結んだ。シーズン後 FA となった。2020年3月13日にメキシカンリーグのカンペチパイレッツと契約を結んだ。ありがとうございます。